起業で最も大切なスキル。本を読んだりセミナーに行ったりして勉強するのはいいんですが、まずこの力を身につけましょう。どうもこんにちは、この早の小島です。唐突ですが、起業を志す人に一番大切なスキルは商品を売る力、セールス力になります。ところが営業やセールスという言葉はあんまりいい印象を持ちませんよね。それは自分や家族が欲しくもない商品を売り込まれたとか、なんか勧誘されたとか、そういった経験から来ているのかもしれません。で、このセールスという言葉が結構誤解されているんですよね。セールスという言葉でこう思い浮かぶのが体育会系乗りでガツガツしたセールス、まあ、そういった印象を受けるんじゃないでしょうか。残念なことに、まあ、こういった印象があるためにセールスとか営業っていう言葉に苦手意識を持っちゃったりだとか、あんまりいい印象じゃないなって思ってる方は少なくないんだと思います。飛び込み営業をして門前払いされちゃうとか、テレアポをして無言で電話を切られちゃうとか、もしかするとこのようなことを繰り返して過去に何とかお客さんを獲得してきたって方もいらっしゃるんじゃないかと思います。実際問題、セールスというのはとっても難しい仕事だと僕自身も思うんですね。ですが、最も重要なスキルでもあるんです。たとえどんなに優れた商品ね、丹精込めて作った商品だとしても、売れなきゃ始まりませんよね。すごいね、魂込めてこだわって商品を作っている、サービスを開発していれば、お客さんがあれよあれよと来てくれるっていうのは夢のまた夢なわけです。実際に今スモールビジネスとして事業をやられている方であれば、まあ、お分かりかもしれませんが、そんな簡単な話ではないんですね。いい商品サービスを提供しているのは前提のもと、売る力、プレゼンする力っていうものがなければ、やっぱり広まってはいかないわけです。逆にこのセールスの力ってものを身につければ、あなたの事業っていうのはね、飛躍的に向上していきます。もしそれがないのであれば、もしかすると遅かれ早かれ事業を畳むことになってしまうかもしれないっていうね、ちょっと負の側面もあるんですけどね。銀行残高が1000円以下になろうと、多額の借金を抱えようともですね、やっぱりこの商品を提案して売る力さえあれば、這い上がることが どういう状態でもできるんです。ただし、やり方としてさっきお伝えしたゴリゴリのセールスっていうのは、まあ、売り込み感が強くなっちゃうんで、あんまりおすすめしません。じゃあどういうふうに、まあ、セールスの心構えとしていてほしいかというとですね、キーワードは殿様セールスっていうキーワードになります。まあ私は黄門様ですけども、殿様セールスということですね。やっぱりですね、これからの必要なのはゴリゴリで強引に売るというよりも、お客さんから選んでもらうというか、自然に売り込まずに売れるっていうのがポイントになってくる、この流れがあると思うんです。で、そのためにはやっぱり自分のポジションというか、まあ、選んでもらえる、まあ、環境づくりっていうものをしておく必要があります。例えばウェブ集客に例えるとですね、メルマガを日々配信しているとか、ブログみたいなコラムみたいなものを日々書いているかとか、あるいは動画を見てもらっているかっていうのが、一個一個が教育なわけです。その一個一個の積み重ねが、まあ、あなたのもポジションというか選ばれる理由、環境というのを作っていくわけですね。なんで一個一個の行動をね、甘く見ちゃいけません。それの積み重ねが結局はさっき言った殿様セールスにつながっていくんです。で、殿様セールスって何かっていうと、まあ、ふんぞり返って偉そうにしているという意味ではなくて、こちらから買ってくださいって言わなくともですね、お客さんからくださいって言われて、まあ、あそうですか、じゃあどうぞっていうような感じ、これが殿様セールスです。なので、まあ、あんまりこっちからプレゼンテーションをゴリゴリしないとね、あれいつの間にか選んでもらえちゃったね、これが殿様セールスになりますね。なんで、まあ、選んでもらえるような環境づくりっていうのは今から今日からでも遅くありませんから、まあ、やりやすいところとしてはウェブのメディアを通して、あなたのコンテンツとか商品サービスを買ってもらえるように教育していくということになります。なのでですね、やっぱりこれから起業を志しているとか、起業間もない方で売り上げ安定してないって方は、まあいろいろね、なんか買い揃えたいものとか準備したいものあると思うんですけども、とにかく売る力、これだけですね。これ以外は考えなくて OK です。お客さんがいなければ始まりませんので、ちゃんとお客さんを獲得する力、売る力っていうものをね、身につけることだけに心を砕いていただければというふうに思います。例えば年商1億円とかっていうと、そんな私には無理と思う方もいるかもしれませんが、商品を売るっていうことをしていく、繰り返していくだけで達成する金額ではあるんですよね。とにかくまずは売る。事業をしているとね、忘れちゃうこともあると思うんですけども、そういう時は、あ、違う、とにかく売ることだ。私に必要なの、俺に必要なの、売ることだということを自分にね、浴びせながら、そういった言葉を浴びせながらやっていっていただければというふうに思います。はい。ということで、今回は売る力の重要性についてお伝えさせていただきました。また、
次の動画でお会いしましょう。さようなら、ごきげんよう。